がプリマママです。 MIU みえです。最年少みさきです。リーダー AIC あいこです。第2回プリマママ人気動画ランキング結果発表。この前の動画でもお知らせさせてもらった通り、第1回が1月から4月まで、そして第2回今回がこの5月から8月までに私たちのこのアカウントでアップした動画の中から皆さんに好きな動画をね、事前にアンケートを取らせていただいてベスト3を決めようっていう企画を今やってまして、無事集計結果が出ましたのでお知らせしたいと思います。じゃあ早速ですが、早速いこうか。今回もばらけたんですよ。これ結構ばらけました。接戦だね、全部がね。1位はダントツだったかな。おお、何位からいこうか。じゃあ何からいこう。第3位、絵心対決第3弾。じゃあ悪魔の絵心対決。もうね、あれはね、良かったよね。神回だった。何書きましたっけ。あ、しんちゃん。すごいよ、ね、あれやばかったよね。やばかった。黒歴史。でもエミカのアイコの似顔絵がよかった。お化け、お化けやつでしょ。懐かしいよね、うん、そう、全員でアイコンにしたりして ね、また新しくやったら上達してるかもしれない。確かに。基本バッグの中はスケッチブックと、あの、万年筆で。万年筆なの。万年筆で書く練習。形から入るタイプ。そうそうそう。理由もたくさん書いていただいたので、ちょっと一部紹介したいと思います。江ノ神さん、皆さんいい色の絵心をお持ちでした。エミカさんが描いた愛子さんはさすがに怖かったです。しかもそれがツイッターのアイコンになるなんて。美咲さんの罰ゲームも面白かったし、なりきり声がすごく似合ってました。しんちゃんのやつです。しんちゃん。ツイッターのアイコンのやつは結構恥ずかしかったです、ね、恥ずかしかったよね。そう考えるとさ、美咲のさ罰ゲームあれ超軽かったよね。確かに軽かった。確かに。みんな罰ゲーム、みんな罰ゲームだった。愛子さんが一番罰ゲームだよ。じゃあ第2位発表したいと思います。スイカ割り。おー、いや、あれはね、楽しかったよ。楽しかった。普通に楽しかった、うん、私ももうすでに10回ぐらい見てる。私も3回見た。美咲と飲んだの餅つきのスイカ割りが、あれがもうツボだツボで、もう BGM もいい感じしたね、なんか BGM もいい感じ。あれさ、打ち合わせしたの。いや、持っとく。なんか突然始まった。いや、なんか2人でやってたら、うん、じゃあ美咲打って、私こうやってこれやるからで始まりました。すごいね、センスあるね。面白かった。タンクさん、見てる方もめっちゃ面白かった、うん、そしてまさかのミユの手力割り。これなで、まあ、あれで勝ちっておかしいですよね。本当だよね、ルールスイカ割りって、まあ割ってるけど。高山県のももちゃん、当たってるのに割れなかったのが面白かったですっていう。だいぶ当てたよね。なんで割れないもんなんだね。まあ棒だよ。棒のせいな、多分。スイカが良すぎた。うん、高級スイカ、うん、割らしてくれなかった。はい、はい、そして堂々の第1位、はい、見てもらって再生回数を上げてください。心の声出てる。楽しかった。それがね、一番票多かったです、うん、テンションって怖いね。怖い怖い。埼玉県なひろさん、普段の面白いプリマやダンス姿以外のオフすぎるオフ動画が最高にいい。見てるこっちも楽しかったとのことです。オフすぎるオフ動画、確かにね、オフすぎるな。オフすぎた、オフすぎたね。よく乗っけたよ。本当によく乗っけた。びっくりした。私ヒヤヒヤしながら見ました、ね、どこまで乗っけたんだろうと思って。愛媛県アイラブプリマさん、静岡合宿は酔っ払っているところが面白かったからですとのことです。やっぱりそこだね。たまには酔っ払いましょうってことですね。そうだね。言うて、だってね、飲んでないもんね。みゆはそこですよ。いいもん、おやすぎるよ。すりすり、酒は飲んでも飲まれるな。飲まれちゃう。誰が言うの。あ、あれも言っとこう。4位が同率4個あるよ。お、そんなに、うん、同率4位、うん、TP ダンス、うん、スタジオ動画の方ですね。で、もう1個ポカリ鬼ガチダンス。おティリティンティリティン、
あれ難しかったもんね。やばかった、最高にやばかった、最高にやばかった、ね、あれやばかったですよね。お前お前おいおいおい、いやあれだって朝日登ってくるのびっくりしたよね。顔みんなボロボロみたいな、うん、あれはきつかったわ、やばかったよね。でね、あとミューがテントリマルトリゲーム、あれね、テントってマルトってね、あれね、なんかなんかラスト、はい、電気ショックだけ、あれサムネがね、サムネいいよね、わーみたいな顔超恥ずかしい。こっち側は楽しい、まんまと騙されましたよ。ミューの普段のドキリに比べたら可愛いもんだよね。確かに、ただのペン以上です。はい、それ以外もね、出したらキリがないぐらい本当に割れてて、うん、私たちも日々のことなので何撮ったかとかね、逆にこうランクインしてるとそうだそうだって思い出すぐらいたくさんあったよね。懐かしいの、ね、うん、集計しながらね、あーやったねーって言ってたもんね。中日ゲームとか覚えてます？覚えてる、この3人でやりましたよね。確かに確かにね、ルイスドラのでもミエさんが負けた。そう考えるといろいろ撮ったね。でもまだ撮るよ、うん、そうだよ、撮るよ、そうだよ。まあ撮ってまだ乗っけてないのとかもいろいろ秘めてるのでね。全然あるね。そう、同率4位だったけどダンスも入ってて嬉しいね。もうね、うん、アポカリはもうやりたくないな、ここ大丈夫。はい、という感じで、もうこのランキングも見てくださってる方がいなかったら成り立たないので、ご協力本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。やっぱ私たちが楽しんでるやつはやっぱ上位なんだな。確かに確かに確かに、納得の結果だってね。あ、これは楽しかったみたいな。これからもね、私たちが楽しんでるありのままをお届けできたらなと思っています。せっかくなので動画のリクエスト、ちょっと次の企画として近々ですね、リクエストを募集して、皆さんからもらったリクエストの内容をこう箱に詰めといて、聞いたやつを必ずやるっていう、台湾で有名ななんたら料理を食べてくるみたいな。あ、マカオで、マカオタワーからあれジャンプしてください。ちょっとあの国内にしてください。東京で、あの東京で芸術的な内容がいいですね。バンジージャンプとかやりたいな。リクエスト、そういう企画をちょっとね、あの考えてるので、私たちにやってほしいことがあったらぜひその企画用に考えておいてください。多分それもね、公式 LINE で応募していただくことになると思うので、公式 LINE 登録の方の方はぜひこの後のQRコードから登録してみてください。これからもいろんな動画を載せていくので、フリーマードーナをよろしくお願いします。お願いします。ゲットできない情報やプレゼント企画もあるよ。はい、お得な情報盛りだくさんなので、ぜひ友達追加お願いします。はい、そして YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。じゃあねー、バイバイ。